虐げられた人々、ドストエフスキー。前回の続きからです。バーブラが急いで私たちの街灯を脱がさにかかった。アリューシャはこっち？と私は彼女に聞いた。いえ、まだですよ。さも内緒らしく彼女は私に囁いた。私たちはナターシャの部屋に入って行ったけれど、そこは別に取り立てて準備されているというほどでもなかった。すべていつもの通りだったのである。もっとも彼女の部屋はいつ来たってこの通りきちんとしてきれいだったから、ことさら片付けるまでもなかったはずだ。ナターシャはドアの前に立って私たちを出迎えたが、死人のような方を一瞬あからめたものの、私はその顔色の病人のようにやつれて、一方ならず青白いのに驚かされてしまった。両目はまるで熱病闇のようである。彼女は黙ったまま、見てわかるくらいそそくさと、少々途方に暮れた様子で慌ただしく公爵に手を差し伸べた。しかし私には一別もくれず、私はポカンと立って待っていた。やってきましたよ。親しげに晴れ晴れとした口調で公爵は話しかけた。帰ってからまだ行く時間もしていないんです。この間中ずっとあんたのことを私は忘れられなかった。本当にどんなにあんたの身を考えたことでしょう。どんなにあんたに話すこと、伝えることを思いついたか知れません。さあとにかく話し合いましょう。まず第一に、うちのお調子者ですが、まだここに見えていないようですな。ごめんくださいませ、公爵。ナターシャはどぎまぎしてぽっと顔をあからめ、彼の言葉を遮った。私、イワン・ペトロービチと少しお話しすることがございますので、ワーニャ、参りましょう。ちょっと一言。彼女は私の手を取ると、ついたての影へと引っ張った。ワーニャ。彼女は一番暗い隅っこに私を連れ込むと、一段と声を潜めて言うのだった。あなた、私を許してくれて、それともダメ？ナターシャ、何を言うんだい？もういいったら。違うの、違うの、ワーニャ。あなたはあんまりたびたび、あんまりたくさん、私を許してくださったわ。でも、誰にだって、辛抱には限りがあるものよ。あなたって言えば一度も私に愛想尽かさないの、私知ってますわ。けど今度は私を恩知らずってきっと呼ぶことよ。私ったら昨日も一昨日もあなたに対して恩知らずで利己的で薄情な女だったの。彼女は急にさめざめと泣き始め、私の肩にその顔を押し付けた。いいからナターシャ。私は急いで彼女を懇意させようとした。僕は一晩中ひどく具合が悪かったんだ。今でもね、どうやらやっと立っていられるくらいなのさ。それで昨日の晩も今日も伺えなかったんだけど、君は僕が怒っているとでも取っているんだね。君は僕の大事な友人だもの。どうして君の心に今何が起こりかけているかわからなくてさ。もういいのよ。いつものように許してくださったわけね。こう言うと彼女は涙のうちに微笑を漏らしながら、痛くなるほど私の手を握りしめた。あとで残りはね、あんたにはたくさん聞いてもらわなくちゃならないの、ワーニャ。でももうあの方のところへ。あ
早くしなさい、ナターシャ。僕たち、あの人をいきなり置いてきぼりにしたんだから。じきわかるわ。わかるわ。何が起こるか。口輪屋に彼女はこうささやくと、もう私、何でも知っているのよ。みんなわかったわ。悪いのは、みんな、あの人なの。今晩こそいろいろと決めてしまってよ。さあ、参りましょう。私はさっぱり見当がつかなかったけれど、問いただす余裕もなかったのである。ナターシャは公爵のところへ明るい顔つきで出て行った。彼はまだ帽子を手にして立ったままである。彼女は愛想よく公爵に失礼したと詫びてから、その手にある帽子を取り、自ら椅子を進めるのだった。そこで私たちは三人とも、彼女のテーブルの周りに腰を下ろした。私はうちの調子者のことを話し出したんですがな。と公爵はその先を続けた。私は彼をほんのちらと見たのですよ。それも道端でね。その時あれは伯爵夫人のジナイーダ・フョードルブナのところに行くんだと馬車に乗ってましたっけ。恐ろしく慌て腐ってどうでしょう。4日間も別れていた後なのに、車を止めて私と一緒に家へ入ろうともしなかったんですよ。で、彼が今こちらにいもしないのに、私が先にやってきたなんて、ナターリア・ニコラーブナ、申し訳のない次第です。実はついでと思ったので、自分で今日夫人のところへ行けないものですから、あれにことづてを一つ頼みました。しかし、おっつけまいりましょう。あの人はあなたに確か今日いらっしゃるとお約束しまして。まるであどけない顔つきで公爵の方を見つめながら彼女は尋ねるのだった。あ、めっそうもない。あれが来なくてなるものですか。どうしてあんたはそんなことを聞かれるんです。驚いて公爵は彼女の顔をまじまじと見つめながら大声を上げた。もっともあんたが彼のことを怒っているのは当たり前です。実際みんなより遅れてくるなんて、あれとしてからが悪いようですな。しかし改めて私からそれはお詫びしましょう。あれはおっちょこちょいのお調子者なんでして。私はあれをかばいやしません。けれどある特別な事情で、あれは伯爵夫人のところやその他いろいろの関係筋をほったらかせないばかりか、かえってできるだけそこらへちょいちょい顔出ししなくちゃならんのですよ。ところがあれは今のところあなたにつききりで、世間のことは念頭にありゃしない。でまあどうか私が時たま2時間と手間はかからぬことづてを頼んだからといってそう怒らないでください。確かにあれはこの間の晩以来とんと慶公爵夫人の家に顔出ししてませんな。だからさっきあれにそれを聞くのをうっかりしちまってしまったと思いますよ。私はナターシャの方をちらっと伺った。彼女は薄笑いを浮かべて公爵の話に耳を傾けていた。けれども公爵はごく素直にありのまま語ったので、それには何ら疑いを差し挟む余地はないように思われた。